演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビーのポルトチップス、福井県代表の炙りへしこ風味を食べたいと思います。へしこはなんか裏の書かれていました。へしこは魚に塩を塩漬けにさらにぬか漬けにした秘境肉が二重に漬けてますね。独特な厚と香りが癖になります。ではそれをポルトチップスが再現で、いや再現では食べたことないので再現できることがポルトチップスでも癖になる味わいになるかな。まあ中身は、まあ、基本の形ですけど、では確かにちょっと独特な香りがしますね。ではいただきます。元のへしこという魚がわからないと何とも言えないのですが、なんとなくご飯に合いそうな気がしますね。イメージですけど、味の方はそこまで独特といった感じではないですね。ちょっとカツオだしのようなうまみが効いたポルトチップスといった感じでした。ただ特別癖があるとか好みが分かれるとかそういう味ではないとは思うのですが、逆に言うとちょっと個性が弱いかなというふうにも感じましたので、これはこちらの点数とさせていただきます。風花に火を灯すのや遠くても、聖火ランナーこういうふうに走って遠くやね、風花に火を灯してそれで大火事になったらどうするんでしょう。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。